健吾、パキュンカズ、スクワットです。お願いします。はい、いらっしゃいませ。時計マジヤジだ。うわー、はい。じゃあもう恥ずかしくなんだよ。もうあれ、時計マジ前からやっといて困んねえ、お前裏で。お前たちには今から時の試練を与えよう。最近お前たちの遅刻が目立つ。こいつだけだろ遅刻は。何用だよ最近。最近そうなんだ。ケンゴは今日前蹴りをされて遅刻してきた。誰に前蹴りされたって言うんだよ。姉貴だ。姉貴ヤンキーね。ということで本日の企画は、1時間測ってこい体内時計を決定せー。今から3人にはばらけてもらい、それぞれの方法で1時間だと思うことをやってもらう。一番タイムが遠かった者には罰ゲームを用意している。なんだと。なんだと。それは聞いてないぞ。聞いてなかったならやめとくか。やろう。それではやっていきましょう。せーの、あーちゃじゃんけんぽい。スクワット、今から1時間ゲームスタート。あい、今回の罰ゲームは、一番遅かったやつが遅れたタイム1分につき100円の罰金だ。さあお前ら、どれだけ今回金儲けができるかな。お、楽しみにしとけよ。はい、私が1時間測っていくのは自転車です。スタジオから家に行くのが10分、家からスタジオに行くのも10分なんで、1往復20分かかるんで、それを3往復やっていきたいと思います。そしたらちょうど1時間になるので、僕はそれでやっていこうかなと思います。チームカズです。お願いします。1時間体内時計なんですけど、僕はね、すき家のキング牛丼を食べます。すき家のキング牛丼を食べてちょうど僕は1時間ぐらいかなと思います。多分食べれます。はい、なので頑張ります。今店内の方に来たんですけど、撮影許可の方がねダメだったので、後を帰って家で食べたいと思います。まあ僕はすき家のキング牛丼1時間で頑張ります。はい、こんにちは、スクワットのキングです。僕が選んだのはこちら、唐揚げでございます。今日は1時間僕のライブ聞いてあげてください。はい、じゃあとりあえず今からもう時間になったらしいので、ここから始めていきたいと思います。1時間スタートです。時計らしきものは見えないんで、マジで時間はわからないです。はい、ここからスタートしていきたいと思います。それでは一発目の曲聴いてください。尾崎豊の I love you。 I love you 今だけは悲しい歌聞きたくないよ。 I love you。 逃れた通り着いたこの部屋。スタート時間のニーズになったので、やっていこうかなと思います。よし、行くぞ。大変ですねこれ。どっちみち俺1時間チャリこかないといけないんですよ。優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわるように。スタジオに11時集合とかの時には、本当に家を50分で、10分前の本当にジャストもしくは1分遅れぐらいで着くから、めちゃくちゃちょうどいいですよ。ちょっと急いでその時間っていうのもあるんだよね。ちょっと急いだ方がいいかもしれないんだよね。はい、それじゃあちょっとチャリバンバン漕いでいこうと思います。行きましょう。おいっすー。それではまたスタジオに戻っていきたいと思います。行きましょう。はい、ということで帰ってきました。
ちらでキング牛丼の持ち帰りができなかったので、メガをね2つでキング牛丼らしいので、でなんと食べ終わるまでが1時間なので、食べきったらちょうど1時間かなって僕の予想なんで、で僕のお供に買ってきました最強2つセット。こんだけ量を食べるので、ね、これがなきゃね太っちゃうのでね、僕はこれを飲みますということで、皆さん一緒にクマ使ってず待って、計算的に15分経ってます全部でね。今2時15分なんで、45分で食えばいいのか。牛丼と会話しながら食べていきます。だいたいキング牛丼1杯で2400キロカロリーなので、8杯いったら8に16だから18000キロカロリーぐらいあるんですよ。18000キロカロリーってどういうこと？俺って今何キロカロリーなんだろう。俺今60キロあるから6000キロカロリーだ俺。やばい、10分経ってこれ、ここしか食べてない。ギブになってきた、つらい、もうお腹いっぱい。楽しい楽しいカラオケ。ただ俺ね、1時間もねそう連続で歌えないのよ。俺喉がすごく弱いから、俺の目安からしたら声が出なくなってきたらもうこれは1時間経ったのかなっていう感じですかね。僕からしたら採点入れてってちょっとお箱歌ってね、どれだけ採点が伸びるか、まあ、90点以上はちょっと目指したいなと思うんで。 Every day Every night 君を思ってばかりでどうにかなりそうなんだ。花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声をいつも遠くからスタジオの中まで入って10分ででも今日はお帰りなさい。とりあえず1往復目終了、あと2往復やっていきたいと思います。自転車のさすがにブヨブヨすぎたからちょっと強化していくよ1回。オッケー、強化してブレにくくなったんで、あと2周やっていきたいと思います。今の1往復で結構手こった、カメラがブレないようにゆっくり走ってたっていうのと、あとカメラ強化に時間かかってたから多分だけど30分経ったと思う今の1往復だけで。普通に3往復したら絶対にオーバーしちゃうから、ちょっと作戦変更します。次多分25分とかできるから、5分余るんですよ。だから5分どっかでのんびりしたいと思います。何点だ何点だ。63点なんだ。皮付きポテト一つ。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。見てください、この飯テロ。うまっ、うまふ、うますぎ、うますぎ、ひひんひひん。これ流行らせよ。うますぎ、ひひんひひん、一番審査を追いかけます。歌うか。もっと騒げ怪獣の歌、仲間と笑い合う毎日、家族以上と思える存在、もうこっから先何も怖くない。ねえ、もう一度だけ、もう何回もやろう、そういう夢をしよう。はい、じゃあ僕はポテト食べ終わって歌も歌ったので、今50分ぐらいだと思う、50分ぐらいだと思うから、スタジオに帰ってちょうど1時間ぐらいだと思うので、僕はこれで終わりにしていただきたいと思います。はい、フィニッシュ。うまい、うん、俺ってバカだね、うん、あと少し、こんなバカな話してたらあと少しです、おりゃということで、山かけです。終わった、食えねえや俺、マジ申し訳ない、ほんとごめん。
はい、ということでね、さすがに多分全然遊びすぎて40分ぐらい食べてんだよ。10分ぐらい寝ちゃったから、僕の中では1時間経ったので戻りに行きたいと思います。よいしょ。はい、ありがとうございます。コウタさんなりの1時間ということで、はい、あら、いやでもこれで牛丼片手に持って何枚いくの。ふざけたメガ牛丼一つで1時間。じゃあコウタの方がちょっと早いですけど1分前くらいの差です。そうだ、これがどう影響される。おかえりなさいませ。これ帰ってきましたよ、はい、はいはいはい、いや、お前だよ多分45分くらいです、お前は。いや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 、俺ちょうど1時間だと思います、これは。いや、ない。結果発表参りたいと思います。はい、そして今回最下位の遅れたタイム1分につき100円の罰金をさせてもらう。それではケンゴの発表から参りたいと思います。ケンゴくんの到着時間1時間11分です。相当ですね、このタイムは。でも相当じゃない、同じ時間11分でも、まじ、移動の時間だよ、多分11分。いや、終わった時ちょうど1時間経ってた。そうだよ、終わって言ったやん。だから、ケンゴより多いことはないから、49分以降に来れば、俺らは勝ち。カズさん。はい。カズから。発表。カズさんの記録は1時間4分4! そしてその直前に来たコウタさん、1時間3分で優勝、コウタさんです。何、1分差か。俺だわ、19見なかったらジャストだった。いや、みんなよ、お前お前アクシデントって JK かい。ペース遅めで行って3往復したらヤバいなと思って2往復だけにして、2往復だけだったら絶対短いと思って近くの この公園のところ JK ちょっと見てた。バイバーイ、お前、まあ、マジでこれがロスだ。お前絶対50分ぐらいミスったのよ、それ3分じゃないよ、これがミスったわ。ちゃんとキモすぎるじゃん。ということで最下位はケンゴさんでーす。うわー、ずっとすごいな、全員。はい、ということで、はい、スクワットの体内時計は正常。よかった。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。バイ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 。スクワット、スクワット、チャンネル登録よろしくね。